クレスワイ七国の乱。五素七国の乱は、中国全館の紀元前百五十四年に、豪か七国の諸公王が起こした反乱。菅の喪失である劉氏同士の内乱であった。菅の前代である旗は、地方すべてを軍と県に分けて、直轄支配する体制である、軍権制を採用していた。これに対し菅は、旗の苛烈な法治主義への反省と長い間の、 戦乱から来る国力の疲弊等を考慮して、軍権制を敷く地方と諸公王を封じた、半独立国を作って収めさせる地方とを並立した。これを軍国制と呼ぶ。しかし、旗以外の旧六国地域の市民の中には、官の皇帝を、新王と同じようにみなすももあり、諸公王を王として、かつての六国、戦国、七王の復活を願う傾向が完全になくなったわけではなかった。 その後、漢は、文帝、京帝時代の前世により次第に国力を回復し、自信をつけた、中央政府は、各地の諸公王たちの権力を疎ましく思うようになった。諸公王の方でも自らの領地内では完全な、独立の権限を保持し、中央政府の命令を聞かない者が多くなっていた。その中でも特に古は生遠と、同化中造によりもたらされる財力を背景とし、 呂流の着手、龍剣が皇太子時代の経定に些細な口論から六白の五番を投げつけられて殺されたこともあって、諸皇王の義務である長兄への参勤を取りやめるなど、独立色を強めていた。中央でも、かよしみや作は諸皇王の権限を削っていくべきだと言ったが、縁は反対ではないが、竜子の輪を乱し、強度などの外敵を利するというなど、 諸公王対策は必要と思われていたが、その手法には、両論あった。文帝は恩賢政策を取り、合王へも杖を送り追認する形で参勤を免除するなど、恩敏に当たっていたため、圧力が表面化することはなかった。しかし文帝から慶帝に代替わりしてからは、慶帝は最側近の御師大部となった、策のことを入れ、これらの諸公王の力を抑え込むため、 些細な罪など口実を設けては諸公の領地を次々に削り始めた。当然、諸公王たちは警戒と反発を蓄積していった。五王隆は、紀元前154年に、呉にも領土削減の命令が届いたことをきっかけに反乱に踏み切った。これに、祖、朝など六王が同調して反乱に加わった。五も合わせて七国となったため、この反乱は後に、 クレスワイ七国の乱と呼ばれた。反乱側は、粒子の輪を乱す君則の関心策を打つとの名目を掲げた。後は、南の南越の兵も借りて、総勢七十万とも言われ、また長は、北の強度と結び、乱を大規模なものとしていった。西では、二川西、二川東、側災難など分割された国のほとんどが反乱に、 参加したものの、西北王、劉氏は、城壁の修復をすると偽り反乱には参加せず、さらにかつての西都林、最高王、竜進む領が反乱に加わらなかった。このために川西王らはこれを攻めたが、林、が、要害で落とすことができず足止めされたため、クレ、祖軍のみが長安目指して進軍した。また、クレ軍は14歳から62歳までの、 男子人民の根こそぎ徴兵を発令しており、兵の質は低かった。とはいえ、その兵力は数において、中央政府側を凌駕するほどであり、また、呉の動員は、領地から上がった、莫大な富に支えられていたため、慶帝は、強い危機感を持たざるを得なかった。慶帝は、かつて、呉の最小を務めたこともあり、直言で知られ、父の文帝も厚く信頼していた縁を呼び、 クレ国内の情報や助言を求めた。円は、反乱軍は、豪王の距離に寄っただけ、また周辺も、関心で反対しなかっただけで、この乱はすぐに収まりますと前置きした上で、人払いを願う。その後、反乱軍が、策の中殺を名目にしているのだから、策を殺すべきです、と進言した。慶テは驚き悩んだが、結局策を処刑した。エは、ゴ王の追いと共に、 クレ軍に和平の使者として出向いたが、すでに天下の半分が加勢した勢いもあって豪王は、おごり、策の排除も名目に過ぎなく、反乱軍が矛を収めるはずもなかった。ただ、縁など、中立を維持したり中央に着いたりした諸侯でも、領土削減政策には不満を持っていたので、反乱の拡大をこれで食い止めたとも言える。縁は五王からの将軍として行軍するとの話を蹴って囚われ、 かつて恩も与えた、呉の芝の手引きで脱出し、啓帝に報告した。啓帝は、建国の後進、周没の息子であり、文帝が、官庁に有事あれば、軍を任せて解決せよと遺言していた、周継を大医に任じ、これに、疎官戦争で活躍した、乱布をつけ討伐を命じた。反乱軍は大軍であったが、統率にかけ、また、呉の将軍が、 奇襲戦を進言しても受け入れずに、成功法にこだわったために、途中で、両王、劉武士、京帝の同母帝の頑強な抵抗にあって、足止めされていた。その間に、周都豪は、まず幼少の洛陽と慶陽へ急行して、これを確保し、ついで両、長、聖の中間にある馬左右に入り、劉武士や慶帝からの両救援の要請があっても、これを無視して、 防御を堅固にして、守りを固めた。その一方で、長・正を牽制し、反乱軍の主力であるクレ、呉、祖軍へは、軌道に優れた兵を使い、川筋の補給路を破壊するなど、徹底して補給線を切断する戦法を取り、呉、祖軍を飢えさせた。呉、祖軍は、大軍で強く、まともにぶつかっては、勝ち目が薄いが、利によっただけに飢えさせれば、 戦意の衰えは、早いと見てのことである。その通りに、暮れ、祖軍の戦意はみるみる低下し、兵たちのみならず、将にすら脱走者が出始めた。これに、危機感を持った豪王は、領の戸を置いて、正さゆを攻めることにした。これに対し、中津豪王は、備えていた、通り守りに徹し、さらに西北から牽制し、盗難を攻めるという豪王の、陽動作戦を見破り、 東南に軍を集結させ、官軍の18番である兵地における戦車でこれを撃退し、クレ軍は撤退するが、周津豪はこの木を逃さず追撃に出る。クレ軍は崩壊し、豪王は軍を捨て逃れるより他なかった。豪王は東王へ逃れたものの、東王王により殺害され、その首は中王へと献上された。主力のクレ軍の大敗及び豪王の死を知った他の王たちは、 反乱が失敗に終わったことを知り、そのうちの二人は自殺し、それ以外の王は帰国したものの後に殺された。結局、乱の勃発から鎮圧までは3ヶ月という短い期間に過ぎなかった。長王だけはその後も抵抗を続けたが、最後は自殺した。また、林を守備した最高王、竜進む竜は当初反乱に加担していたことが判明し、 乱の鎮圧後に自殺したために哀れんだ慶帝が、竜進む漁のこの言こぶきを聖王に引き立てた。後両王は、クレスワイ七国の乱での先行を理由に、次期皇帝になろうとしたものの、縁に反対され頓挫した。両王はそれを恨み、資格を放って縁を暗殺した。この乱の後には、諸皇王に対する締め付けは、さらに厳しくなった。それまで、 王が中央と同様に小さな朝廷を持って領地の統治をしていたものを、統治の実権は朝廷への任命した管理であるそう。生姜に握り、王は単に領地から上がる租税を受け取るだけのものとした。さらに武帝機には水温の例が出され、それまで長子相続することとなっていた領地を他の息子にも分割して与えることができるようにした。これらの政策により、 諸行王の力は衰えていき、軍国制もほとんど軍権制と同様となっていった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。